最初に何かやった時にもう決まってるんですよね、大体決まってるから。で最近やってるのはその自分の前から彼女がこう持ってくるとか殴ってくるとかいろいろやってくるんだけど、いなきゃやられないからっていう、そういう話で、いなく彼女に手配をこういうとこ消して、こういうとこの手配を消して いなくなるっていう、そういう話で、さよならっていうのが一番安全だっていう話で、強い人は戦いに行ってもいいんだけど、合気道としてはあの逃げる選択肢っていうのは、逃げるっていうかさよならする選択肢を、まあ、もうあるよって、それからバトルに入っていくわけだからね。で最初のその基本じゃないけど、こういうとこパッチやってたらもうバトルに行かざるを得ないの。だからあのバトル しないで、それからバトル行ってもいいよね、そういう話だから。いなくなるっていうのはそういう程度ですから。で転換で必ずこう持ってるとさ、必ずこうほらやられちゃうね。じゃあもう消すのすごい難しい。だから一緒やってるのがよくかもしれないんだけど、で上手い人に持たれちゃうと動けなくなっちゃう、ずっと動けないんですよ、やばいじゃんってやられちゃうじゃん。だから転換やってるのはそういう意味ですから、あの終わりした時にいなくなるっていう練習をしてるのね。これもう一緒やってんだよ毎回やってんだよね、まあ、全然うまくないんだけどさ、まあ、やる気じゃないんだよね、やる気じゃない、だからやってんだしょうがないから。で転換で姿勢をして、で相手気にしない、で選択肢として、まあ、自由にできますよって、そういう選択肢ね。じゃあやりましょう。はい、どうぞ。これね、今話したんだけどさ、こう持って掴まれたら終わり、まあ、僕の自由は彼の方が点で来てるから、もう殴られて終わっちゃうの。だからいつも来たらこうほら持たせたらやられちゃうんだから、だから持たせなくてもいいの、持たせなくてさよならってこうね、さよならってできた方が自由じゃない。でも持たれちゃった瞬間に終わっちゃうの、もうこれでこれで終わり。でいつもさ、例えば僕がこうやって持ってきてもさ、持てればやってそういうところこれでできるんだよね。持てればここ拠り所にして、なんかだから拠り所を作らないとか、そういう練習っていうのはこう持たれたけど拠り所がなければ音となっちゃうの。拠り所があると、こう拠り所があるから、これを拠り所にしてこう後ろを取るとかさ、こうやってブスって刺すとかさ、やるじゃない。いやこう来た時に拠り所こう持たれたとしても拠り所がなければ、僕は重心を崩してやられちゃう。だからそれの稽古だから、あのすごく難しいことやってるみたいだけど、あのまあそういうことを理解してほしいんですよね。あのいつも同じことやってるとかって思うかもしれないけど、これ下手だからね、みんな僕も下手だし、みんなも下手だし、全然こうやって持った瞬間にほらいるからやられちゃうんだね、なんか刺されちゃったよね。だからこう持たれた時でもそうこうなったらもう彼のもんだから、僕はやられちゃう、そういう形で上とか下とか横とかいろいろなことで稽古してるわけ。で上だったらこうね、こうほらもうこうこう自分の自由ね、これ持たれちゃったらやられちゃう、バーバーやられちゃう、やろうと思った瞬間やられちゃう、こっち来るのその前に、こうやって上げてくる前に来たから。だからこうほら、こういう練習それしちゃったら、こう入ってほらで、切れてるけどさ、ここにこう、踏み落としてもさよならって、そういう感じ。自由のためになってるんだから、やってるからね。あのなんか踊りみたいに見えちゃうかもしれないけど、こうほら、触っても感覚これギュッてやったら彼基づいてきちゃうのね。だからギュッてやらないでこうほら後ろもらうのが優先だから、でそれで回ってきた時はなんかおいしょ彼見えないところでそういう感じ、いつもねこういう感じね。あので上と下やりましょう、ちょっとね、もう少し、ね、みんなねいいよ、すごくうまいと思うんだけど、こうしてさ自分のこと考えてこういうふうにやるんだよね。彼のこと考えてないからね、もっと彼のこと、彼を優先っていうの、受け身の人っていうか、こう取りに来た人が優先なので、彼どうしたい、場所がなければ
もう見つけちゃうんだよね。だから場所、彼の場所作ってあげるの、こういうふうにほら、そうするとこういうふうに下がってきて、なんかこう技で、技やるときは自分の技より彼のことの方が大事なの。これこうやってやって自分がここにやったら彼が嫌がってるんだよね。でも僕がこういなくなっちゃったら、ほら彼は自然とこっちこう、こういう状態になってるの。それで彼こっち回してくるから、こうやってこうバッてやろうとしてんだよね、この手でね。だからこうやって入ってきたらさ、自然と回ってくるのか、こう回ってくるよね。バッてりゃ来るの、こうバッて。だからこうやったらこう回ってきたから、ほらこう上がってこういうふうに、その何、彼のこと考えてんの。彼がやりたいこと、お手返しもこうやってやって、こうやってやってきたら彼は回ってきて、これでボカってくるのね。だからこうやってこうやって、例えばこうやって入ったらさ、彼回ってくるの分かってんだから、こう回ってくるだからで、リアライちゃん。だからその前にこうした弟とか、その前に彼のことを考えてるわけ。彼がどうしてくるだろうとか、どうしたいんだっていうことを考えて、早めにそれに対してした技っていうかな、それに基づいて何かやってるって感じで、そういうことの練習っていうのはみんなちょっと割と なくてさ、地方投げってとこういうふうにやりましょうっていうふうに言われちゃうから、彼どうしてんの、どうしたいの、これそんななんか打てみたってんだけどさ、これがダメって、これを下げてきてボカッてやりたいんだよね。でそれをこうやってやったらうまくいくわけないわけで、あ、下げてきたいんだったら下げてこう入ってくればさっきの技みたいになるわけじゃん。で主にはだから彼のことを考えてる、彼の受け身のこと。おお、そうだよね、必ずね、なんかやるときだね、こうさあ、やばい、おいおい、どうこう一挙で入るとかさ、彼のこと考えてるからできるんですよ。いろんな技が成り立ってるって、そういう話だろ。でそういうことを考えて小投げね、やりました。小投げとか一挙とかね、技ね、それすごい大事だと思うんで、あのじゃあまあ少しね、自由にこう何でもいいや、こうね、こうなんか自由にね、今話しましたけど、で受け身のこと考えて、で技は近い方がいいの、近い方が、自分に近い方が、離れてると投げ技になっちゃうの、こう離れてると投げ技、こう投げ向こうに投げたとかさ、それこの間ジェシーって言ったんだけどね。こう近い、離れて技はできないの、横投げ無理、右投げも無理、これは離れてから投げ技しかできないね、こうね、なんか技はできないでしょ、例えばなんだっけな、こう横投げにしてもさ、一挙にしてもさ、離れてたらできないんだよね。で、これをやらない。一挙も近いから、こう近いから一挙できるんだよ、そういう話じゃない。だから近いから近い、こっからこういったらできないんだけど、近いからこういうふうに、近いからこう近いだからは強くなっていく、そういう話だから、力も、鉄棒の技もそうだよね。鉄棒選手は遠くでできるかもしれないけど、ちょっと直にこうやって鉄棒持てるかもしれないけど、我々できないから、つかないんだから、大きなやつしかないよね。自分の近いだから近くて技ね、近いから、これ離してたらできないの、これ受けられたら、こうやって受けられたらできないんだよね。だから近いのか、近いから近いで、そういうことを考えて、技をやるときは近く、投げるときは遠くで、少し遠くでね、で、やりました。で、近い。で、近くの、こう。で、近いの、ほら、ここにいるから、ここに。自分近いの。こっち近いの。こう離れてないの。で、近いの。重心に。そして、くるりんごって回るの、こうある。そうすると、来てくれて、立て直すのをして、彼のこと考えてるから、立て直してくるなって。で、こう。投げるって感じね。そういうことを考えて、ちょっとじゃあ右投げの形でやりましょうか。今近くでやる技やりましょうって話したんですけど、じゃあ今度は
方向ね、方向、方向、方向っていうのはこう、例えばこう、なんでもいいんだけど、こう来て向こうじゃないのね、ここなの、あの、ここ、ここ、こう、ほら、こう、こっちやっちゃうと、あの、なんていうのかな、こう、弾いてるでしょ、弾いてる、自分と彼の間に、向こうに弾いてるから、こう、じゃなくて、自分がもらって、ここに落としてって、そうすると逃げ場がなくて、こう、体重に、ね、体重に乗っかっちゃってるから、そういう話、だから、今度は、じゃあ、一挙で、一挙上がりやすいから、一挙で方向のことやりましょうね。こうやってやらないの。これ向こうだから。こう、押してる方向向こうじゃないの。じゃなくて、こうなったとしても下なの。下っていうのはどうのかって言うと、こっからは下はできないの。筋肉入ってから。だから顔をこういうふうにやって、こういうふうに下なの。で、やりがちなのはみんな筋肉でこういうふうに。そう、下はいかないのと。こうなっちゃうんだから。だから皮をやるとこうなってこうしたら落ちてくるっていう形ね。で方向を意識して方向を意識して方向を意識してこう下から支えちゃうと向こう行っちゃう。 あとはなんだかな、回してこようと思うとこうなっちゃう。回してこようと思うじゃなくてこの皮をやってそれで下、要はここに落としたいわけで、ここ自分がこう邪魔して落ちなかったらちょっと入ってここに落としてる方向ね、方向こう回してこっち回してくんじゃなくてここに落としてる。方向はこっちだよね、こっちこっち向こうじゃなくてここだから、ここをこうやったら下落ちないの。でも下に落としたいの。その場合には皮を落としてる。そこは変形鉄になってる。こう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 この力に気づかないと、要は僕は上から下に落としてるだけなの。だからこういうふうには先生なんかもさ、こうやって見ててるよね、こうやってこうやってこうやってやると必ず向こうに押すの。必ずだから押すタイミングまで来るまで回ってるってこと。こうそれからこう落としてるんだ。だからそれをタイミングが、タイミングっていうのは形だけ見てるとこういうふうに押してるみたいに見えるからね。でも実際やってるのは上から下にしか落としてない。ここに落としたかったらここからじゃこうなっちゃうんだから、こう落としたらこうなっちゃうから、だからこういうふうに押してからこういうふうに落とすようになるんだよね。でもこの時は向こうを押してるわけだから、落とすためには自分が入ってこないとダメなの。ここまでそれこれあるけどね、まあこれなしにして入ってきた状態で落としたの。こうお辞儀するって、これをこの力は全然なし。この力、それからここが緩んでると、ここがいっぱいでもここが緩んでると落ちないのね。だから落とすためにこれはこういうふうに入っていっぱいいっぱい、ここまで、それで初めて落ちた。だからそういう緩み取るとかいろいろ難しいんだけど、まあそういう話だね。これ稽古いっぱいしないとなかなか難しく掴めないと思うんだけど、そういうこと意識してないと掴めないから、あの意識って分かってないと、今やってるのは下に落とすんだっていうことね。一挙系の技は特にそう、全部下だから、ここだから相手の重心のところにこういうふうに、ね、何しろこっからじゃ落ちないの、押しになっちゃうから。だから何しろここに落とすんだ。何しろ裏だったらここ、このこうこうこうね、こうこうここにも落とす。身落としもそうだけどさ、何でもそうだけど、下落とすときは下、下以外のことはやっちゃいけないってこと。あ、みんなそうか、わざわざ。なんかわかんないけど、みんな下なんだよね。要はみんな下なの。ここみんなこうやって、で手つかなくてお辞儀だけした方がいいかもしれない。
だよ。そうしたら上ロケゾーン上にはできないかもね。ここいっぱいまで来ておいて、それで下こんにちはってここまで来ておいて、こんにちはって下したらできないじゃん。だからそういう意識でこういうのなしということだと思います。まあ稽古方法難しいですけど、一挙系の技はみんな下だからこう形にとらわれてこうなっちゃうっていう話ね。じゃあ下を落とすんだけど、この打ってきた線を外してこうね、で下でこういったら向こういっちゃうの。こういったらだからこっから下なの。こういうふうに下まで落とせるまま待ってんの。力入れないで方向をこうやってやって、力入れないで待ってるの。そして下落とせる段階で初めて下で力入れ待ってる、力入れないで待ってるって言ったけど、これで力入れちゃうとこう横行っちゃう、向こう行っちゃう。だから力入れないで下に来るまでタイミング待ってるの。それで来てから下なの。場所来てからね、場所来てから下で、そこのところが分かってないとみんな力技でこういう横張りの技になっちゃう。横張りの技になっちゃう。何しろこの手でも何しろ下なの。こう下下全部下、技は全部下。そしたらこうで、こういったら向こうだになっちゃうんだけど、こう来ていなくなってここだから、ここそういうことね。じゃあいろんな技、時間ないけど、いろんな技やってみて、こう来てここだから、ここここ下、それから上がってきてなんかで、ね、上から下、上から下、ここそういう意識で下方向に方向意識で下の技ですから、じゃあやりましょう。